続いての相談をお願いします。はい、年齢とその国籍が日本での就職活動する際に今ネックになるって話を先輩方とか人事の方に聞いたんですけれども、それって本当なのかっていう話と、それを乗り越えるためにはどうすればいいのかという意見をぜひお聞きして。年齢ですよ。今26です。それってネックになるの？世の中的には一流一浪して2つ年が他の人より高かったら既卒扱いになるっていう風に言われてる。一流一浪だよ。既卒ですね。じゃあ関係ないってことですかね。業界とかにもよるんですか？業界によるし、それで言うと悩んでもしょうがない。では悩んで努力で解決できる問題と悩んでもしょうがない問題って2つあって、ルールで決まっちゃってるものを変えようと思ったらその会社に入って人事部に入って変えるとか、そういう話でそこで戦ってもしょうがないわけで、もうそれは現実としてゴリゴリ頑張る必要はない。だから明確に国籍だとか年齢だとかで入れないっていうのを分かってる企業は諦めるし、それの気にしない会社は頑張るっていうのでいいんじゃない。でもまあ明確には言わないけど落とすみたいなところは、知りようがなかったら頑張ってみるしかないけど、自分も決まっちゃってる状況と相手がルールで決めてるものがあるのはもう世の中大体そうなんだけど、自分でコントロールしてもしょうがないことはもうコントロールしないっていうのを決めないと、永遠に無意味なことで悩んだり多責思考っていうか、世の中がおかしいとか会社がおかしいとか、実際その通りかもしれないけど、それはもうどうしようもないことっていうふうに割り切っちゃった方がいいよ。こういう習慣活だとかそういうゲームにおいてはもうそういう決まりなのねみたいなことで、自分でコントロールできることだけする。その上では情報収集がやっぱ大事かな。そのどこまで本当なのかとか、先輩だとか同じような状況の人に聞いて、これは噂だけど違うとか、それで単純に情報としてめちゃめちゃ調べて把握すればいいだけ。なるほど、確かになんか話を聞いてて、大学の留学生先輩だったりとか、もう社会に出てる先輩方だったりとかに聞いた方が良かったのかなって。率直に聞けばいいと思う。あと説明会とかで正直に答えるのか分かんないけど、普通に率直に聞けばいいような話だと思う。 OB 訪問とかで。そうですね、私もそういうふうに思ってたんですけれども、表では年齢とかで差別しませんよって、そうですね、言うんですけれども、実際裏ではあーこの子年がこう上だねとかで、まあ、切るらしくて、それだから現実どっちなのかは就活詳しい人に聞いた方がいいね。どうなの？実際ゼロではないとは思うんですけど、普通に魅力的な方だったら一緒に働きたいって人事の方も思うと思うし、多分ぶっちゃけ真実はそうだと思うんですよね。なので関係ないと思います。そうね。あとは企業負担だからさ、多分本当にそうだった場合エントリーシートとかで落としてるから、面接まで進めた時点でそれはクリアしてるってことじゃん。だからエントリーシートで落としてくるとこは理由は分かんないけど、まあそういうこともあるのかなと思っちゃえば。でもわざわざ年齢と国籍で落とすなら絶対書類で落とすから、エントリーシート突破して面接に行ったとこは関係ないんだって感じだよね。で逆にそこがネックになってるんじゃないかって思うならば、そこが逆に強みだっていうストーリー作りっていうか、まあ、実際そうだと思うから、一浪一流した？だって勉強するためでしょ。はい、めちゃめちゃいいじゃん。兵役とかでしょ、そんなの全然いいしさ、そこの要は年齢関係なく成長してる部分とか、新卒で年齢が2つ上でも自分の2年間の厚みがどこにあるかとか、席が違うっていうことがどういう強みに今後なっていくのかを押し売りじゃなくてピアに思ってること言ったらいいんじゃないかな。確かに前もって自分は年齢が高いからとか韓国人だからとかって言って諦めるよりは、それを磨いて申し込んで、もしダメだったらちょっと違う企業、年齢と国籍むしろ強みのような気はするけどね、それを強みにできるのがあればエピソードは。で逆に国籍で落とすようなマイナスだなと思うようなとこ入ってもこうだから、もう落としてくれてありがとうって感じじゃない。だからさ、そこでさ、韓国籍嫌だなとか思いながら受からしてきたら地獄じゃん。そこを面接の段階でマッチングしないことが分かるっていうのはちょうどいいやっていうぐらい上から構えててもいいんじゃないかな。そうですね、なんか前もって自分でハードルを高めていてて、ちょっと精神的に苦しかったんですけれども、二方から話を聞けてマインドセットを改めて見直したいっていうふうに思いました。ありがとう。就活の進み方をどうすればいいのかわからない。最初の出発点は明らかに自分だよね。やってるうちに自己分析をするために自己分析やってるみたいな。すべての物事はマストキャン見る。キャンの生かし方がわからない。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。
就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。